さあ本命が現れます。男子無差別2回戦、こちらがテリー・リネール、世界最強。対するはコンゴムシリリブ。100キロ級の選手、フランスの、ね、リレー選手は若干まだ21歳なんですけども、先日ね、4回目の世界のタイトルを取りました。世界4連覇、送り足払い、これはちょっと波乱場になりました。有効に変わりましたが抑え込み、意識は高い、逃げられる。18歳で世界チャンピオンになりました。史上最年少です。本当に4日前のね、リレー選手によって発射技がすごく上手になったなと思ったんですよ。今日もね、2段こそと、2段こそですよね。鈴木啓司が得意とした技です。非常に進化してます。リレー選手の発射技にね、注目してもらいたいです。まだ世界チャンピオンになった頃は大雑把な体格、体力だけで押していく柔道でした。チャンピオンになってから成長しています。さらに強くなっているリネール。今日の練習会場で彼をコーチしている友達と、ね、話す機会があったんですけど、すごく足技に、ね、多く時間をされて今強化しているようなんで、その練習の成果がね、よく出てますね。さあリネール、まずは有効。次は何だ、また足技が出るか。21歳なんですけど、いろんな柔道ができます。強引な、ね、立ち技もできれば、繊細な足技もできる。また投げれないと思ったら、組手足技相手を反応して反則を重ねていっちゃうな。まあ、なんでしょうかね、彼をストップするのは誰なのか、今のところ見当たらないのか。いや、必ず世界中の柔道強国から資格が現れるのか、その辺がこの男子のリネールを取り巻く状況です。まあ、国際合宿なので、一緒にサウナに入ったりとかっていう機会なんかがあったんですけど、重量級の選手なんですけど、脂肪が一つもないんですよね。確かに私も道着を脱いだ上半身を見たことありますが、楽しい体をしていました。今後の選手、ムシンデルが引き込んでいきます。まだ寝技の精度はそんなにない。リネール、今フランスもですね、強度強化をやってますね。少しずつ できるようになってましたね、リネールと。もう、まあ、とにかく女子のフランスチーム、それから軽量級のフランスはよく寝技をやります。ここでもしもリネールの弱点があるとすれば、寝技があまり今は得意ではないというところ。しかしここで寝技を覚えてしまったら大変なことになります。今後の選手が粘っているような感じです。さあ、これは関節に行った。力
力ずくで手を引っこ抜く。抜けてしまいました。さあ1分です。ちょっと強引でしたね。柔道団フリートが来ますが、無心でもなかなか前線しています。階級の違う選手です。時間を5分間使うか。バランスいいですね。ディエン選手の宇宙軍も足を全部屈しませんもんね。バランスがいいんですよね、はい、よくリネールの圧力をしのいでいます。今のもあまりいい印象にはなりません。勝手に右を取られるかもしれません。スゴー即座に諏訪審判員指導を告げました。さあ万事休す。ただ時間が、あっとここで払い腰、強力な払い腰、ボディバランスのいいムシンデブでも反転することができないほど速かった。技の打点が高いですね。そこを2階から叩き落とすような、ね、引きつけるような技ですね。エリー・リネール階級下のクラスのムシンデムに少し手こずりましたが、最後はしっかりと投げて一本勝ち、3回戦に進出です。1メートル以上の上からね落ちていく。そうですね。